はい、皆さんこんにちは。今回セブンイレブンさんからニンニク好きのためのニンニクチャーハン&ガリチキというのね、税込み537円です。これ一回3、4ヶ月ぐらい前に出てたんですよね。で、何回か食べてたんですけど、うますぎて、で、また今回それが復活したということなんですけど、これ新発売って書いてあるんですけど、これはちょっと嘘ですね、これは。一回出てますね。3、4ヶ月ぐらい前に。で、何回か食って、うますぎて、で、すぐなくなっちゃったんですよね。それが今回復活したということですね、これは。で、その当時は、ニンニクの芽入ってなかったですね。チャーハン、味付きのチャーハンに、ガリチキ、これもニンニクの味ついてます。で、ニンニクが乗ってて、ニンニクの芽は当時なかったですね。今回はニンニクの芽入りということで、嬉しいですね。778キロカロリー、タンパク質 38.7、 脂質 19.1、 ジャンクですね。食塩が 6.5 と、だいぶジャンクですね。いや、これをじゃあ温めてニンニクチャーハンとビールで優勝していこうと思います。はい、温め終わったのがこれです。この開ける瞬間をこの、うわ、あれ、これはすごい、これはすごいですよ。これ、うわ、この湯気が、ニンニクの匂いが、これカメラ飛び越えてきちゃってますね。これニンニクの匂いが、これはすごいぞ。はい、これで温め終わったのがこちらということでね、このニンニクチャーハンとビールで、ビールじゃないですけど、今日はゴールドラガー、金麦ゴールドラガーの赤ですね。ニンニクチャーハンとビールで優勝していこうと思います。泡を作りつつ、あ、美味しそうですね。これサントリーさんの、サントリーさんの金麦ゴールドラガー赤、これ美味しいですよ。ちょっと先にいただきます。うまっ。セブンイレブンさんのニンニク好きのための、ニンニク好きによる、ニンニク好きのための、ニンニク好きのための、ん、ニンニク好きによる、ニンニク好きのための、ニンニク好きによる、ん、まあいいや、リンカーンの言葉ですね。人民の人民による、人民のための政治をやるって言ったんですよね。リンカーンの言葉ですよ。じゃあこれいただきます。いや、これはすごいですよ。この匂いが、ニンニクがすごい。この辺いいだね。うわ、これ食ってみな。飛ぶぞ飛ぶぞ飛ぶぞ、これ。うわ、うまっ。片手変えてしまうぞ、これ片手、これ片手変えてしまうぞ。これ食ってみな。飛ぶぞ飛ぶぞ。もうこの、まずシャリシャリじゃねえ、米がうまい。もうニンニクもね、ニンニク、うわ、このね、このガリチキ、これ味ついてるんですよね。絶対合うじゃんっていう。
もう食えば食うほどお腹空いてくる。これニンニク強めなんですけど、別にそこまで強くない、普通の。うん、うまっ。いや、うまっ。うまっすぎるこれ。ほんと、コツはゼロで、これをおかずに白いご飯食えますね。やばい。ちょっと見えてます。好きの方はね、ぜひ食べてほしいですね、これ。でもこれあれですね、あのデート行く前に食べない方がいいですよ、これ。ニンニクの匂い強すぎるんで、あのデート行く前とかに食べちゃうと、あの相手の方が激怒してしまうんで、激怒すんのはメロスだけにしてくださいよっていうあれなんですけど、まあもしニンニクチャーハン好きという方いたらね、今あの昨日出たばっからしいんで、セブンイレブンさんニンニク好きのためのニンニクチャーハン、これはめちゃくちゃ美味しいですね。結構537円でしたっけ、これめちゃくちゃ安いですよ、本当に。そんぐらいの味ということで、もしよかったと思った方いたら、チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。